よちょいよ、ライドネスで今日もやっていくんですけど、今日はね、ロイジャイ、チェーンロイジャイですね、行きたいと思います。ってことで行きましょう。どうしようかな、マルチ、よいしょ、数戦、数戦ですね。いやー、だんだん暖かくなってきましたね、本当に。ただマジでね、花粉症はきついんですよ。多分1試合ごとにね、こうやってカットして鼻かむと思います。マジできつい。いやどっちが名前かわかんない相手どっちが名前だろう。で、この5をね、ライトニング、うーわ、ヤンチーやん。5がライトニングになってる理由は、最近ね、そのペッカラム、ラムが増えて、そのまあメタでもある、そのなんだろう、インフェルノタワーがね、めちゃくちゃ増えてるんですよね。そうそうそう。なんで、今、そのインフェルノタワーに勝つために大型にはね、ライトニング入ったデッキがね、結構増えていますね。まあ、遅延、言うても遅延なんで、あれなんですよね、その、よいしょ、ドーン。はい。まあ、言うても遅延なんで、あれなんですよ、その、ラバクローン、めちゃくちゃ今流行っているラバクローンには、トルネードとね、アイスイーズとかで持っていけるんで、言ってもね、強いみたいなとこあるんですよね。はい、はい、はいと。よいしょ。はい。いやー、それはつれえ。2発。うわ、一発？一発もいかない？一発いった今。見てなかったけど。よいしょ。いやー、つれえなー。これ結局、インドラをね、もう一枚出して守んないといけないんで、タルババで守っていきます。つれえ。つれえな。花粉症もつれえし、なんか、穴掘りかー。まあ、ライトニングなんでね、3.5 ワードぐらい。あ、後ろに何がつくかな。結局、ネクストロイジャイなんで、手札回さなきゃいけないんでね。ユニットは極力後ろに出した方がいいので、今ベビドラ墓石って出すよりも、墓石出してからいらないカード切ってからベビドラの方がこうやって後ろにね出せるんで、これすごいおすすめのテクニックですね。はい、よいしょ。ちゃんと5を巻き込まれない位置にね。はい、やばい、嘘でしょ、嘘やんって、うせやん、うせえやん。ドンドンドン、オッケー。やばい、これはよくない。オッケーオッケー。急にめちゃくちゃ持ってくやん強くない？ロイジャイ今めちゃくちゃ持ってったよ。はいはい、このタイミング出して、インドラが来る。このタイミングで、ドゥンドゥンドゥン行って、ドゥン決めていって、ドゥン、はい、強い。強いですね。いやー、言うて相性多分、ボブぐらいあったと思うんですけど。はい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 と。穴掘りで耐え替えられるのがちょい辛っすね。あと、ファイボでザップなかったらめっちゃ相性いいんですけど、今の。ザップがあることによってね、こいつらが消えちゃうんでね、ちょい辛でしたね。はい、行きます。どんどん行きます。ライトニングアウトね、やっぱりインフィルノタワーのね、強さがファイボとね、ダンチなんで、レベチだ、レベチ。関西の人は意味ねえだ、レベチって。レベチなんで、僕埼玉なんでね、全然言わんすけど。レベチなんでね、今ライトニングは割とおすすめっすね。マジレベチっす。あと、なんだ、エレキとかもね、普通にライトニングでね、ぶち転がせるみたいなとこあるんでね、マジレベチっすね。よいしょ。まあ、ここは出たよ、そういうことする。たぶん、ういー。ああ、これ一発入っちゃうな。まあ、結露い。ダウン、うん、結露いで、まあ、守れるみたいな、守れはしねえな。結露いで、解決。解決ゾロリ。なるほど。まああれ2マスしか出てないんで、こっちにね寄せて出せばね、相手来ないんで、もしこれでロイジャイ来たらかまします。逆サイアイスウィズで守ります。はい、
つらっ、嘘やん、こんなバカな話ある。これで早めの墓石でちょっとオーブン2回受けたい。嘘、待って、殴んないで、俺の墓石だからそれ。うわー、いかれた、これ多分おられる。ダメだ、やめてくれ、これ以上俺の触んないで。いやだー、これ勝てねー、どうしたらいいんだよ。でこれタルマを切ったからまたさっきみたいに縦付けで防衛されるんですよね。それがつれちゅれい、どうしようかな、これ受けらんないもんな。いやつれい、こっからドゥドゥドゥーン、オッケー、これで受けられるんで、よいしょ、2回ちゃんと受けるよ。遅い、出んのが遅い。はいはいはい、来てない、なるほど。よいしょ、来い、ベビちゃん来る、うれうれうれ、いけ、頼む、オッケー、いや、オッケーじゃね、終わった、オーブン建設で終わる。待て、諦めるのはまだ早い、オーブン建設ロワイヤルで終わる。こっちを、次行きましょう。よいしょ、 OK、 次行きます、ラスト。ちょ待って、マジかー、あれなー、途中でいい感じに追い返したんだけどな。アート、よし、行きます。いや、この人知ってるー、めっちゃマルチで見る人だわ。なんでこんな強い人引いちゃったみたいなとこあるけど、まあね、まあ、コウモリ、あれかな、スパーキーかジャイエリボンは心の底からはなんだけど、なるほど、そういう民ね。よいしょ、ちゃんと真ん中に寄せてあげることによって、このアイスビズがもし倒されてもね、こっちに行くんでね、ガゴムレが保険ですね。トルネ打つエリがないときに、打つエリがあったら別にここら辺に適当にパンパンって出しちゃってもいいんですけど、両サイド受けるときにユニット今こうやって内側にね寄せて出すことによって、あれなんですよ、そう、今同じこと2回言ったんですけど、もしアイスビーズがねガゴムレでザップとかされてブシッて消されたときに、メガゴがこっちこうやっていくんで、おすすめです。今の受け方、両サイド受けたいけどエリクサーがないとき真ん中に寄せるっていうのが、ね、一番効率的ですね。よいしょ、お前これだけは壊させん、本当にマジダメ。よいしょ、 OK、 これナイスウィズ、まあ許す、必要な犠牲っていう言葉があるからな、この世の中には。これはさすがに許せないよ、これはさすがに世の中に許してくれませんよ。よいしょ、これで後ろに2体だけ釣る、 OK。 いや、うまくなってんな俺、 OK。 これで墓石置いて、スパーキーが相手これ出しにくいんですよ、 めちゃくちゃめしゃめしゃ出しにくいんで、こっちに多分スパーキー出すんですよね。はい、ということはロイジャー行っちゃおう。でででーん、これ全部ベビードラがやってくれる。しかもディーンディーン、はい、打てない、リセット、おつめし、はい、甘い、俺の遅延マジ強えから、マンジ、オッケー。これね、低め遠距離にと、このアイスウィズとかメガゴはまあいいんですけど、アイスウィズとかはこの低めに出すのが大事ですね、マジで。
こうやって高めに出していると、なんだろう、今これより2マス高めとかだったらもうやられちゃってるんですよ、アイスウィズが。まあ単純なんですけど、その守りたいユニットこそエレキとかね、アイスイズを奥底に置くと相手がね殴るまでやっぱ数秒あるんで、エリクサー2の時にねやられちゃうのと、3溜まってトルネ打ってミリ残りの、ね、アイスイズが残った状態でトルネグイーンって引けるので、ね、全然本当にダメージが本当全然変わってくるんで、まあこれはねみかんイズムから学んだ技術なんですけど、ユニットはね、守りたいユニットは低めに出す、これが大事。例えばですけど、まあロイジャイとかね、相手が出してきて、相手メガゴ持ってんな、でもこっちもメガゴしか守るカードがないって時は、メガゴを低めに出すと、相手のメガゴがこっちのメガゴに到達するまでにね、数秒かかるんですよ。その間にネクストから引っ張ってきた墓石とかね、コウモリとか、まあタルババとかをね、縦にして、メガゴを延命することができるんでね、なんだろう、相手が攻めてきて、結構なんですけど、攻めてくる形がわからない時、後ろに何人のユニットがつくんだろうって時は、とりあえず低めに出すことが大事。これマジで、クラロにおけるあれなんでね。ぜひ、参考にしてみてください。ということでね、今日は遅延ロイジャーを解説したんですけど、まあね、トロ隊によってガゴ群れが多いとかのトロ隊の人は、ここはね、ファイボでもいいと思います。ただ、インフェルノタワーが多いときは、まあ、ケツロイジャーを出して2周目ロイジャーで突破するしかないんですけど、ファイボでインフェルノタワーをね、突破するのってすごく難しいんで、まあ、基本的には、ライトニングかな。うん。ただ、まあそれで、まあ友達とかとね、勝負するときに、あ、こいつがゴムレしか使わんやな、というときはもうファイブとかでいいと思います。ということでね、こんな感じで終わりたいと思います。ということで、今日の辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。